トリポリ駅に停車しているファイ型1950年代キレナイカ地方の路線で運行されるファイ型1950年代イタリア領リビアファイ型気動車は現在のリビアでかつて運行されていた鉄道で使用された1等、2等、3等、郵便号作り機械式気動車である。アフリカ大陸北部の地中海に面する現在リビアとなっている地域は1911年からのイド戦争の結果、1912年に地中海沿岸のトリポリタニア地域とキレナイカ地域がイタリア領となり、その後反イタリア抵抗運動も経ているが、1930年代には内陸部のフェザーアン地域も加わった、現在のリビア全域がイタリア王国の植民地であるイタリア領リビアとなっていた。この地域における鉄道はトリポリタニアでは1912年に建設が始まり、地中海沿岸の港湾都市であるトリポリからイタリアの狭軌私鉄標準の 950mm 期間で 118km、90km、21km の3路線が開業し、一方、キレナイカでは同じく港湾都市のベンガジから 108km と 56km の2路線が当初 750mm 期間で後に 950mm に改め記されて1911から27年に開業していた。これらの路線では、イタリア国内から持ち込まれた R301 及びその加熱蒸気型の R302 や R401 といった蒸気機関車が主力となっており、これらの機体が貨車もしくは客車を牽引していた。一方、イタリア国内では、1930年代以降、リットリナと呼ばれる1機もしくは2機のエンジンを搭載した機械式の軽量気動車が各地で導入されており、省力化や高速化、サービス向上などが図られており、イタリアの植民地においてもイタリア領東アフリカのエリトリア鉄道において1935年から37年にイタリアのフィアットで製造された狭軌勾配線区用2機関搭載型リットリナを計11機導入して高速化を図っていた。この実績をもとに同じくアフリカのイタリア植民地であったイタリア領リビアとイタリア領東アフリカにも引き続いてリットリナが導入され、前者に8機が導入された機体が本項で記述するフィアット型版040のファイ型、後者に4機が導入された機体が同じく型版038のダブルゼータ AB 型であり、ファイ型はディーゼルエンジンに気搭載の1等、2等、3等、郵便号作り気動車であった。イタリア国内のフィアット製、リットリナと同型のファイ型の前頭部、1950年代、イタリア領リビアの鉄道路線図。ありがとうございます。